こんにちは、みつまめでございます。ノイズといえばこずゆ、郷土食でございます。今日はキクラゲ、乾燥キクラゲを水に戻しておきます。20分ぐらい。次、はい、次こちらの干し貝柱、はい、表面を水洗いした貝柱、こちらはお湯で戻します。熱々熱々な干し椎茸です。こちらもお水です。めっちゃいい匂いするね。人参、キクラゲ20分経ったようでございます。キクラゲカットします。里芋をカットします。こんな感じでカットできました。白滝でございます。はい、簡単に水洗いしました。白滝、こちらもね、短くね、カットしていきます。こんな感じ、ぶっちんぶっちんってね、ぶっちのすけ、ぶっつぶっつのすけ、はい、ザク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 、こんな感じでね、短くカットしていきます。椎茸まだ硬いんで、もうちょっと戻します。貝柱はもうだんだんほぐれてきて、これをね、ほぐしていきます。こんな感じで戻します。会津の小銭は、お祝いの席とか、正月とか、そういう時によく食べられます。おもてなしの精神が現れている郷土料理ってことになります。これが美味しいんだよね。椎茸の石突きは食べれないので、捨ててください。こんな感じでカットしました。煮こぼします。里芋と人参、鍋に戻します。貝柱たっぷり、やば、多すぎた。これやばいね。椎茸戻したし、キクラゲ、白滝、もうこれを煮ていきます。水足してね、はい、火にかけます。もうこの時点でうまいに決まって
やばいんだからこれ。はい、会津では豆腐っていうのがあるんですけど、こちらでは手に入らなかったので手まり麩使います。しばらくお水につけて戻しときます。めんつゆ、めんつゆ、だこれ。まあいいねですか、これで。ちょっとまだね、この芋は硬いんで、この芋に火が通ったら完成です。アグは取ったりしてね。どれどれ、今やっとくのかな。いいね、はい、できたね。これもう一つ食ってみて。いいんでねえかな。人参食ってみてか。いいね。具材が煮えましたので絞りました。会津の郷土料理、会津こづゆの完成でございます。では、ごきげんよう。